そろそろ強壁玉が欲しいんだけど。はい、ということでどうもこんにちは、ユーディです。イベントクエストが全解放されたことで奴が帰ってきましたね。そう、我が名はボルガノス。来たるアルバトリオン、マムタロトに向けてどうしてもこの機会に強壁玉をゲットしておきたい。となれば今からやることはただ一つですよね。そう、我が名はボルガノスを100周する。はい、これをしていきたいと思います。ということで、私のボルガノスの狩猟数は、じゃん !70 ですね。思ったより少ねえな。それじゃあ、これが170になるまで周回して、ゲットした装飾品の内容をまとめていきたいと思います。はい、ただいま11戦目です。レベル2の黄色玉が横にありますね。もうここできたら私100周やめるからね。はい!ちょっと待って、あれ心眼じゃない？あ、合人だ。合人の玉が出ました。めちゃくちゃ幸先いいですね。今で15戦目です。はい、こんな感じで強壁玉もさらっと出していきたいと思います。もう捕獲できそうやな。しびるわな。あ、あった。あ、ちょっと待って、もう疲れるからやめて。調子に出た。うわ、今日弓だ。おお。37戦目だね。37戦目で今日弓が出ました。うわ、いいね。あ、あれ心眼もしかして。合人か。合人2個目ですね。なんかこんだけガンガン出るんだったら普通に強壁取れそうな気がしてきました。あと60回残ってますしね。うおびっくりした。KO かよ。いや、めちゃくちゃびっくりしましたね。とうとう来たのかと思って。くそー。え、今のなんでめくられたん？ガード貫通してきたよ、もう。え、これは当たってないでしょう。え、これは当たってないでしょう。ちょっと追い打ちじゃない。撃っちゃった。火だけ消しとかないと。あ、ちょっと待って、今か。ちょっと、いや、絶対回を重ねるごとに強くなってるよ、この子。ギルクエみたいになってるよ。特殊、特殊出た。KO か、ボケーっとしといてよかった。ぬか喜びを回避できた。あれ、奥の何あれ、もしかして。KO じゃねえか。オセロみたいに挟んでんじゃねえよ。あ、また合人だ。なんかよく出るね。そんな玉じゃないんだけどね。本来そんなによく出る玉じゃないんだけどね。え、若干右後ろに打ってガードめくる方法を覚えるんじゃねえよ。やっぱ強くなってるね、回を増すごとに。猛攻撃がすごい。ちょっとこれ、うわ、ちょっと強くない？さすがにこれ、怖い怖い。さすがに強いって、それはちょっと。いや、もうめくられると思って避けちゃったよ、怖くて。めちゃくちゃ強くなってんじゃんかよ。はい、これにて100周終わりました。いや、なんかね、100周に慣れてきた自分が怖い。あんまり疲れてないの、実は。うん。それじゃあ装飾品見ますね。はい。いや、出なかったじゃねえか、結局。もう、
何のために100周したんだ。はい、こんな感じで狩猟数が170になっております。ぴったり100周した感じですね。でね、出なかった弾があって、胸壁以外にもね、それはね、心眼と、あと転覆と体幹、あとはもう全部出てると思うんだけどな。今のところね、この3つ、胸壁を含めてこの3つ出てないですね。なんか漏れてたらごめんね。で、前のジンオーガの時と一緒で、今回ゲットした装飾品をスクロールで、最後にガーッと載せておきますので、気になる方は最後までぜひぜひ、見ていってください。でね、今回これ100周してみて私がね、思ったのが、今、もうこの時代になったんだから、普通に、イベクエのジンオーガ、ナルカミジョーロ、アラゴトオナスだっけ、あれを回った方がいいと思う。その胸壁とか、まあもう心眼も配布されたから別だけど、その豪人とか狙ってる人いるんだったら、そっちを回った方がいいと思う。こっちはね、マスターランクも上がらんし、複合玉も出んしね、結構辛かったよ。ということで、結局、結論としては、出なかったんだけど、もし、私と同じ胸壁を集めたいとか、そういう方がいるんだったら、もう、おとなしく、イベクエの需要が回ってた方がいいです。はい。ということで、今回の動画は以上になります。最後に装飾品のリストを載せておきますので、見ていてください。私はひとまずここでお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手は、ゆりでした。またねー。